ってもしょうがないと思うんですよね。お前らなんかそうだそうだと思ったやついくだろ。ただ一番大事なのは、その人付き合いをすることなんですよね、その後のことを考えても。で人付き合いっていいことだけじゃないんですよね。意見の合う友達もいれば意見の合わない友達もいるし、ムカつくやつもいるし、なんかぶん殴りたいやつもいるし、いるわけですよ。でもそういう人たちと、そのなんていうんですかね、正面切ってぶつかれるのって、まあ、若いうちだけなんですよ。大学生も一応社会的に見ればそれやってもいいんですけど、結構もう年を重ねるごとにこうにこやかに握手しながら、ちょっと田野先生立ち上がった、大人の社会ってこういう感じなんですよ。にこやかに握手しながらこうやって下で蹴り合ってくるんですよ。いやこれ結構本当 でそういうのをですね、とかいろんな人のこう考えてることとかを気を配りながら、誰の不都合にもならないように、誰にも嫌なことがないようにってこう気を配って物事を進めたりとかするのとかあるんですけど、その大元はやっぱりもっとちっちゃい時からいろんな人と楽しいことを共有したり、あるいは喧嘩したりする経験に基づいてると思うんで、ですね、まあ良くても悪くても何でもいいですから、周りの人たちとのその人間関係、人付き合い、まあ要は、まあ、いっぱい喋っていっぱい喧嘩してくださいっていう話なんですけど、そういうのをしてもらうのが、なんか受験とかそういうのは置いといても、今後10年20年っていうのを考えていく上で非常に大事だと思うんですよね。だからそういうのを考えてっては言わないですけども、良くも悪くも友達を大事にしてくださいっていう感じですか。で、あと喧嘩した後に仲直り素直にできるのってその10代のうちだけですから、大人になってから喧嘩すると非常に面倒くさいし仲直りしづらいので、今のうちに喧嘩して仲直りのやり方も覚えておくといいんじゃないかと思います。だから周りの人たちに自分の気持ちでみんな全力でぶつかっていったりとかする経験を今したらいいんじゃないかなっていうのが、最近私がよく思うところです。ありがとうございます。